2023年3月23日、淡井圭介です。国会議員の皆さん、今、国会中継で、国会の方で高市早苗さんがどうこうとか、元総理補佐官がっていう話あるでしょう。で、一応テレビに向かって言ってはいるんですけども、現場の方にその音声が正しくしっかりと伝わってるかどうかわかんないんで、今回一応郵送してる SD カードのその封筒の中に、一応手紙としてね、まあ、簡略した文章を載せていますけども、まあ、一応これ、ちゃんとね、僕の喋ってる動画、もう2、3分で済みますから、ちょっと聞いてほしいです。で、まず高市早苗さんが、総理補佐官からそういうふうな話を持ちかけられたときに、今からこういう法案があるのに、そんなこと大丈夫なのかって返答してるんですよ。高市早苗さんは、する気がないっていうことわかるじゃないですか。断ってるんですよね。で、高市早苗さんが指示を出したわけがない。っていうことは、その補佐官の人のね、まあ、何の使命感かあるか、これちゃんと聞いてみなきゃなんない。僕も安倍総理を日本で任期一番長い総理にする方向で皆さん協力してくださいって、そうじゃなかったら外交の方は固まんないと。で、実際、ね、アメリカのオバマ大統領が広島原爆投下の日に、来てくださったりとかね。パン・ギムン国連総長が九州、長崎の、九州長崎の、僕は8月9日生まれですよ。来てくれたんですよ。で、今年、ジョー・バイデンさんが8月9日に来てくれますよ。こういうふうにね、外交がうまくいく。まあ、トランプ大統領、もう水面下でまだ発表できながら、ものすごく、悔しいんですけども、こんなに素晴らしい話があるのに、って、それを発表すれば、今はまあ、日韓関係が今正常化にやっと戻ったじゃないですか。で、北朝鮮とも正常化できるでしょ。で、日本の立場から、その、ね、一民間人がねって阪神淡路大震災の被災者の人間がこういうふうにもともと朝鮮半島は一つの国であったと。で、ミョンミョン島からの砲撃ありましたよ。あんなこと絶対しちゃダメよ。本当に軍事なんか使ったら終わらない戦争になる可能性があるかもしれないから、もう世界中めちゃくちゃになっちゃうから、本当に軍事力なんか本当に使っちゃダメなんですけども、もうこの流れだったらもうドナルド・トランプ大統領にも3回ね、訪問してもらって、ムンジェイン大統領とキム・ジョンウンさんも国境線越えて笑顔で握手してもらって、もうみんな喧嘩なんかしたくないし、戦争したくないんですよ。これが本音だし、そこ僕はズバッとテレビ出て言って本当のことを、みんな、彼の言ってることは本当ですって、国会議員の人たちとか、韓国側もね、北朝鮮側とか中国とかも、もう彼も頑張って、本当に世の中良くしようとして、こういう愛で言ってきたから、僕たちも彼の言ってることは正しいと思ってるから、それを受け入れて行動してるんだよっていうことを言ってくれたら、世界中一つにまとまれるんですよ。これから先のエネルギーの残存量問題も解決できるんですよ。世界がまとまって。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。何が言いたかったかって言いますと、国会というハイレベルなところで、そんなもん裁判になっても通用しないんですよ。だから高市さんを辞任させることなんか絶対無理ですって、本当に立憲民主党の人たちもそれ本当は分かってるでしょ。裁判として、まあ最高裁でもいいですよ。もう却下されますよ。高市早苗大臣が、直接指示を出して行ったことではないと。で、ある程度も総理補佐官ともなれば、もう、ものすごい上の方の人なんですから、もう、大体、もう20歳になったら本当は成人で、ただ、まあ、正直、20歳そこそこで、法政大学も行ってないし、法政大学行ったとしても、司法修習生なんか、まだ社会に出ても右も左もわかんないし、裁判所で勤務してね、法律名を覚えただけじゃなくて、判例の世界まで行かなかったらわかんない。で、法律の中にも矛盾があって、僕みたいに、あの法律がいらない、この法律がいらないっていうことをはっきりさせるような人間のところのレベルまで到達した人間、あと、いろんな社会問題を解決できる案を持った人間だけが選挙出てほしいんですよね。あと、熱いハート。自分たちは、大きな、給料を皆さんの税金からいただいている。だから僕たちは人助けのために頑張らなくちゃならない。で、そこには間違いがあっちゃならないし、ただ、その間違いというのはある程度の部分でしとかないと、見てたら、ちょっとやそっとの言葉の上げ足と正直で、
お前辞めさすぞっていう話、もう今世の中人材派遣会社だらけになってるでしょ。病院もそう、あの看護師さんが人材派遣会社、ホテルマンなんかもうどこでもそう、ほとんどあのバンケット宴会部の方なんか人材派遣会社の人間で8割方9割方運営してる。で、IT 関係も人材派遣会社の人間を何割ぐらいですか、もう大量でしょ。あそこももう5割軽く超えてるでしょ。で、もうね、テレビのニュース、CM 見たら分かると思いますけど、リクルートスタッフィングとか、添付スタッフィングとか、もう人材派遣会社が幅利かせてるんですよ。結局、それは人件費のコストカッターであって、そんなことしてたら少子化になりますって、結婚して子供養っていくような気になれないし、それ自分の給与明細見て分かりますから、あと状況等を考えたら、日給歩合出来高受け負いなんか政府が行ってきたことに対しての責任を民間企業に押し付けるために受け負いっていう、なんかかわいそうな民間企業を作るための法律であって、もうそれは今の議員さんの人たちの責任じゃないですからね。人材派遣業法だって昭和63年とかにできちゃったんだから、今の議員さんたちの責任じゃないんだから、もう別にそれ責任追及なんかされないんだから、そう勇気持って言いましょうよ。もう次の選挙からでもいいですし、もう彼がここまで言ってきたんだから、今すぐもう話切り替えて公開せえへんって、もうこんなもんもうここまでは、事実がはっきりしてるんだから、もう投票、もう今すぐしましょうよ。削除についての投票国会で。もうこんなもん5分で仕事してくださいよ。仕事遅かったらね、民間企業じゃ怒られるんです。僕から言わせたらね、国会議員の人たち、行政通したら何でも遅すぎるんです。もっと早く動いてください。そうしなかったら、エネルギーの残存量代、本当に解決できなくなりますよ。ね、本当に。僕も燃えて頑張ってるんです。国会議員の人たちも方向性ガレッと変えて、全党の皆さん、本当に頑張ってください。ご協力のほどよろしくお願いします。この熱いメッセージが絶対届くって僕も思ってるんで、僕のホームページにも載せてるんですけども、ワールドベースボールクラシックおめでとうのところでも、とかでも熱いことを語ってますからね。ちょっと皆さんそれ見てくださいよ。まあ、ちょっとそれは30分ぐらい長い動画ですけども、それ、ね、仕事終わって、仕事はやっぱりもう家帰ってからの持ち込みの仕事なんかやっぱりしちゃダメですって、人間性なくなっちゃいますから、仕事だけの人間になってしまって、最終的にも遊んでる、プライベートの時間帯に遊んでる人間見ただけで怒る人間に、僕もなってた時があるんですが、あんな奴は大したことないだとか、家帰ってから遊んでる奴なんか大したことないみたいな人間になっちゃったから、勉強しすぎて頑張りすぎると、なんか頑張りすぎるのも問題だから、ちょっとね、ああいうのを見てね、もう皆さんでリラックスしましょうよ。なアメリカなんかはサッカーのこの間のワールドカップで、グループリーグでアメリカのチームを勝った時に、ジョー・バイデンさんが、登壇のところでね、みんなで、USA、USA って、もうあれでいいと思うんですよ。みんなでちょっと何かまとまるようなもの、何か楽しいことで、ね、なんか無理ですってこんなに社会難しくしてきた、先代の人たちとかも大きく悩んできて、それでできた法律っていうのはわかるんですけども、もう答え分かってるんです。ね。役員の人たちが多くの収入を得たいがためのピンハネのための法律だったって、こういうこと。コロナウイルスのワクチンについては日本政府早急にやめさせてくださいよ。もう答えはっきり出たんですから。これでもしそれをずる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 引き伸ばしていたら、僕が日本の国会議員の人たちを訴えなきゃなんない、最高裁とかで、ね、で、天皇陛下とかに、宮内庁とか、放送会の人たちに、ちょっともう援護してくださいよって。国会議員の人たちが仕事サボってるって、それはそれで横領やって僕らの性格見てたらわかるでしょ。このどこにいても向かっていく、このすんごいブレイブハート。ごめんなさい、2、3分って言ってましたけども、10分ぐらいになっちゃいましたけども、もうこれぐらいにしておきます。皆さんこれ、国会でね、プロジェクターでも使って、彼がどんなこと言ってるかってちょっと聞いてください。もう答え簡単ですよ。もう僕の最速の答えが絶対日本で一番の最速の答え。すぐに世の中が、帰れますから。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。これの話を聞いてね。新時代っていう歌があるじゃないですか。ワンピースのレッドフィルムっていう映画が昨年あって、あれもあれで見てもらったら、心にグッとくるもの、僕の話と繋げてもらったら、すごくくるものがあると思うんですけども、
これが僕の目指す、もうエネルギーの自然、再生可能エネルギーに全部切り替えて、もう全部いろんなことを含めてですよ。法律のいらないものを全部いろんなものを削除して、って、世の中暴力団も全部なくして、って、医療業界のおかしいところも全部直して、って、科学業界も本当はある。そこはまだちょっと、後回しにしますけども、今言われたところで手一杯になるでしょうから、とにかくそれみんなで進めてください、全力で。ね。一番そういうふうに人助けをして、人助けをするようなことを勇気を持って行った人間が、強い、偉い、みんなから尊敬される、これです！皆さん一緒に頑張りましょう！